はい、ということで、今日もこんな時間がやってきましたよ。深夜の2時、3時です。いろいろ、YouTube もそうなんですけど、トレーナー活動とか、あとは今は、いろいろこう、発信のためのこうブログとかいろいろ書いてるんですけども、やっぱね、そっちにガーって行くと、もうね、彼女いる？ってなっちゃったんですよね。実際はいるんですよ。実際は欲しいよ、そら。だってね、こんなことをね、YouTube で発信してる人はね、いないでしょ。彼女いないんです。どうしよう。でも彼女欲しいんです。仕事忙しくて。ダサいって、それは。もうね、もう僕はもう全部言いますよ。もうしゃあないんで。もうね、いろんな人に共感を得てほしいです。これね、僕本当にあるあるやなって思ってるのが、彼女と別れたりとかしたらね、それが長ければ長いほどね、別れたりとかしたら、それショックですよ。ショックです。そらね、もう2年も付き合ってね、遠距離恋愛とか繰り返して、でそれでね、もう別れますってなったら、そら辛いですよ。で、それが終わって、で、第一フェーズが来るわけですよ。ほんまにめちゃめちゃ辛い時期。めちゃめちゃ辛い時期が来て、でそのフェーズが終わったら、あれ待てよみたいな、彼女いらんくれ、俺人生楽しみはいいんじゃねっていう第二フェーズ来るんですよね。そうで、その第二フェーズっていうのが、僕は会社に属してトレーナーしてた時期なんですけども、その時期は正直ですよ、別に彼女いらんくねって思ってたんですよ。ぶっちゃけね、確かにいらんかった。だって仕事にゴーなってたからね、めちゃくちゃ大変やったから、もう本当になかったんやけど、やっぱイベント、つまりクリスマスとか春とか、それも夏よりも春クリスマス、特に春クリスマスですわ、来たらね、もうね、うわーなりますよ。うわーっつってなるんですよ。イベントのための彼女作りなんてね、もうそんなもう文化祭の前に付き合う男女みたいなもんですよ。そんなんダセーのよ。もうそろそろ春じゃないですか、皆さん。1月、もう1月の中旬来まして、そこからもう春ですよ。で、春になると何がいいかっていうとね、やっぱね、ちょっと暖かくなるんでね、やっぱり一人ちょっと寂しいなと思うんですよ。一人でこうやって喋ったりとかしていると、YouTube なんか特にそうなんですけど、やっぱり、何してんねやろって思うんですよ。一人暮らしとかすると、一人暮らしみたいな。一人暮らしって何？ってなりません？たまになんで一人で暮らしてんねやろっていうふうに思っちゃうわけなんですよ。そういう時にね、やっぱ、なんか彼女欲しいなとか、出会いに行きたいなっていう機会はあるんですけど、個人的に合コンとか苦手なんですよ。合コンってイメージですよ。イメージなんですけど、イメージ、うるさいやないですか。今はもうそれはソーシャルディスタンスをしてるわけなんで、そんな集まる機会はないと思うんですけど、そういうもう、ごちゃごちゃとしたやつがめちゃめちゃ苦手で、もうね、あともう一個言いたいのが、合コンって、もうね、なんか、仮面の付け合いじゃないですか。多分そうじゃないと思うんですよ。ただでもね、僕のイメージでは、なんかね、もう取り繕い合いじゃないですかね。もう女子同士バチバチになったりとか、男子同士バチバチになって、あの人の狙おうかとか、あの人を狙っていきたい、でもちょっと譲ってあげようみたいなね、そういう譲り合戦、もうバチバチ合戦じゃないですか。もうそういうのは嫌なんですよ。もう僕はもうめちゃくちゃ理想的な出会いとしては、本屋さんで本読んでたら、例えば、なんかその本のタイトルって結構興味あるんですか？そうなんですよ。僕ちょっとこういうの読んでて、みたいな。私もそうなんですよ。へえ、そうなんですね。じゃあちょっとよかったら今度またこれについて、ちょっとなんか話し合いとか、ご飯とか行きません？みたいな。僕はもう今年のクリスマスとかね、もう本当にね、テーマパーク行きたいと。だからそう思うと、やっぱり彼女欲しいなとか、イベントごとに彼女欲しいって思うのはもういいじゃないですか。やっぱね、いろんな独身男性の星になりたい。今年は27です。27なんて言ったらもう周りで結婚し始める時期ですよ。
皆さんもそうじゃないですか。僕もそうです。この間なんか LINE でね、結婚式あげるんやけどどうみたいなことを言ってくださいました。友達がありがとうございますと。彼女ができていないやつ、そんなやつが結婚式に行くなんて、そんな懺悔ありますかと。ただでもね、本当にね、僕に彼女ができたらね、皆さんどう思いますか。僕はもう彼女が欲しい。ただ、いや、出会いに行くべきなのは分かってます。出会いに行くべきなのはもちろん分かってるけど、ただでもやっぱり合コンとかそういうのはちょっと難しいなのかなって思ってます。これがおそらく僕の彼女ができない理由なんだと思うんですけれども、まずはやっぱ YouTube 頑張るべきで、彼女ができましたみたいな報告ができると信じてます。だから今年中には彼女作りたいなと思ってるんで、応援しててください。僕はもっと頑張っていこうと思ってるんで、いや、やはり今年は彼女恋愛に対し恋愛